こんにちは、コーチングアーツです。こんにちは、コーチングアーツです。よくわかる技の伝承、はい、このシリーズに入ってます。この体育、スポーツ、運動学習の業界で、まあ、最も、まあ、難解で最難関とも言えるでしょうか。まあ読みにくくて、ただ言ってることはものすごく高尚でかつ不確実だったそのもの、運動を伝えていくっていうこと、動きを学ばす、それはトレーニング含めてね、技術学習も含めて、その現象を記述化する、言語化する、論理化するという最も難解の作業に、チャレンジなさっている集大成としての文献、技の伝承、ね、こういう価値を散々お話をしてきてます。こんな素晴らしいものをね、より深く分かりやすくみんなと共有していくっていうことは非常に重要だろうということでのことでございます。松田ってのはイントロダクション、いきなり内容入るのもあれですから、その周辺事情ですよね。その説明をずっと解説をイントロダクションとして前回させてきてもらっています。1から3と来る中で3、これ復習になります。3でお伝えしたのはゲルマン体操の寵児としてのマイネルの存在、ゲルマン体操の寵児としてのマイネルの存在という定義をさせてもらいました。まあ決してこれは、外れていない認識とも思われましたよね。そしてそれを日本に持ち込み、日本人なりの解釈をして広めつつある、金子先生、完全にジャパニーズスタイルで、世界に非常に奇妙な論理で、ね、そんな枕言葉でご紹介をしました。それに引き続いて今日はさらにまだ行くの内容入んないのっていうことなんですけど、なんでこんなことするかという、その心はよりその実態をね、技の伝承、これを理解しようと思うんですけど、これをそのままカプッと行くのも一つなんですけど、それをこれをこのようになさしめている周りの要因ですよね。周りであったり、その深さであったり、またはその展望であったり、こういう認識をもっと改めて内容を見ていくという、かっこよく言うと知的態度、これはやっぱりすごく重要だなと思うし、我々はするしたいしようとするところの、まあ、深読みといいますか、いうことを考えると外せないところなんでね、何度もいろんなテーマを変えながら話をしてきてると思いますけど、改めてこのね、中核にまつわる、技の伝承にまつわる周辺事情、もう少し広めて深めて理解していただきたいなと思うばかりなんですね。ともするとどうでしょう、これ時代の波なんでしょうね、思想の流れといいますか、いうことになると思うんですけど、歴史性とか哲学性って随分端折られるんですよ。そのことにまつわる歴史性とか哲学性とかっていうことが随分端折られてしまうんで、それではやっぱり学びとしてはどうしても薄いと言わざるを得ない。もちろん哲学的なね、哲学学会なんても多くあると思いますけど、昔に比べて随分その勢力というかが落ちてきてる。もっと言うと研究室ゼミですかみたいなものをこうなくなっていく方向にある中で、その重要性をね、いやいやいや、それなくしてこの理解ってなかなかならないんだというお話を共有してもらいたいなと思うことなんですね。まあその意味でもう一回イントロダクションの第4番目としての、さらに違った視点から運動学の定義をしたいと思ってます。金子先生のところ、金子先生っていうのは岸野雄三先生ってお伝えしましたね。岸野先生と松富先生、またその横にいるのは今村先生っていう、これも体育史の重鎮ですよね、もちろん明治時代から。
いう先輩方々の成果物を拝見するに、日本武道史、日本の武道論みたいなのがあるんですよ。でも日本、もちろん日本の武道とか古武道を調べるだけでとてつもないボリュームではあるんですけど、日本武道史というものは提出されています。かたやこれは岸本先生を中心に、いわゆる西洋体育史という枠組みですね、西洋体育史は体育史としたらやってます、現状ね。なので一時期こう出された体育史、世界体育史みたいな、世界体育史かいう本なんか見ても、西洋体育といわゆる日本のみたいなものはこう対象として挙げられてるんですね、挙げられてるんです。で、金子先生の仕事なんてのはこっち西洋体育の延長としての成果物なんですよ、これ運動学っていうのは。西洋体育で何が申し上げたいかというと、西洋ありき日本ありきなんですけど、間が一つ抜けてますねっていうのは話として入れておきます。間っていうのは地理的な問題です。私言うところのいわゆる地中海世界、これエジプトも含めたですよ、地中海世界と、じゃあ対極と日本ってその間ってことです。地理的な、いわゆるユーラシア大陸中ならばっていうことね。細かく言うとペルシャ、インド、モンゴル、中華、ペルシャ、インド、モンゴル、中華、この辺ですね。もうそのね、もう一つ難しいのがロシア、ロシアはどう扱うかなんですよ。じゃあロシアはヨーロッパというのか、ロシアはアジアというのかって、これまた難しいところ、両方の特性を持っていますから、ちょっとロシアロシアで少しまた別で扱ってみる必要はあるんですが、ただではね、ロシア人のではノルマンなので、いわゆるロシアという国を作ったのはノルマンなので、ですからグルーピングで言うとやっぱりヨーロッパグループに言えるのかなと思うところです。重ねますが、この間、ペルシャ、インド、モンゴル、中華、ここを相対的にね、いわゆる体育というか、まあ体育なんて概念はないですけど、扱う動きっていうのが非常に稀有なんですね。ただ仕事とするとね、仕事としてチャレンジしようとした方々はいますし、まあ、業界のチャレンジャー、ね、その領域へのチャレンジャーは、私は松並健志郎さん、まあ、松並健志郎先生、ね、だと思ってます。その学術的な世界、特に、あの方はレスリングっていうところで、ね、中東入られましたからね、実際、それをもって、あの世界、いわゆるペルシャ、インド世界ですね、その領域の身体文化、まあもちろん格闘技、またはこう宗教的な世界、洋画含めてですね、そんなところまでこう、両方してみよう、それを客観視してみようみたいなチャレンジをなさってますけど、以降ないですね、この動きは。ほとんど目に見える世界では、なので何が言いたいかというと、やっぱり体と人間、人間身体文化とした時には、せめてもちろん西洋地は西洋地は素晴らしい、日本の伝統、日本の文化伝統も大いにあるでしょう、けどそれをつないだところの、まあ、シルクロードですね、つないだところのその真ん中のエリアがやっぱりこの時代になってもまだまだ欠けてる部分、もちろん仕事をすると膨大ですけど、ないですよねということは申し上げておきたい。故に元に戻せば、はい、金子先生の運動学っていうのは、いわゆる西洋哲学から見た身体論の、まあ、ものすごく最先端認識ですよねということで捉えるのは最も妥当だろうなと思っています。西洋地から見た、身体論の最も最先端部分ですよねという見方を持っていただきたいなと思うんですね。なんでこんな話するかというと、運動学すごいね、前にいる金子先生という形で、何でしょう、その世界だけにこう埋まってしまうことも実は好ましくないということなんですよ。
こんなことを、ね、今日多少でもねそこにまつわるお話ができればと思いますけど、ちょっと引いてみる目、それを持つことが非常に有効だなと思うことであります。じゃあどんなことにね、この運動学にまつわって今日の視点から、この視点からの深掘りをしてみますと、二大視点が必要だなと思いますね。何度も喋ってきますが、一つは哲学性、ね、歴史性、この欠損を前段に申しましたよね。運動学を理解するマイネル、またはその系譜でいうところの金子先生、またはその系譜でいうところの浅岡先生、ね、この流れを理解するには絶対的に哲学性と歴史性を把握しない限り、なかなかその真の実態にはね迫りにくいよ、もっと言うと理解もしにくいよということなんですよ。だからより深く理解しようと思ったら、この2つを知ることは非常に有効であるというお話なんですよ。この2つ、じゃあせめてどんな視点を含めて皆さんに持ってもらったら有効なのかなというお話ですが、哲学性、当然これは西洋哲学です。なかなか、ね、西洋哲学って一言で言ったってとてもとても尽くせないですが、まあ出典はギリシャ哲学であることはまず間違いないし、ギリシャ哲学以降どんな発展もしてませんから、全て解釈論ですね。で今の AI 時代でありますけど、 AI のベースってやっぱり人工知能でしょ。ものの判断っていうのは人間の知の動き、脳の動き、認知の動きから学び、それを抽象化してメカニクス的に、作れないものかということは、あたかも人間が振る舞っているかのごとく人工知能と言ってますけど、そのベースは基本すべて西洋知、西洋哲学でありますよねという足元の確認です。まあ当たり前のことを言ってますよ、当たり前のこと言ってますよ。西洋哲学ということでに何でしょう、煙たがってるようだといかんですね。少しでもチャレンジする気持ちは、あった方がいいだろうなと思うことです。もちろんそう言いながら私も日々、チャレンジに苛まれておりますね。その巨大な世界に分かり尽くすことはないですけど、皆さんも運動学っていうこの最終成果物だけ見るんだけじゃなくて、それを作ったところの背景の西洋知に対して目をやるということが必要かなと思ってます。いろいろもちろんありますね、西洋哲学なんて山ほどありますが、この特にじゃせめて運動学に絞って、無理無理ですね、絞れないんですけど、表面上言われてることで言うとドイツ関連論っていうのが中心ですよね。ドイツ関連論、そうなるとドイツ関連論が分かるってことは、ドイツ人の精神性って、なんでじゃあドイツ関連論っていうんですか、ね、ドイツ関連論ってこう頭つくんですかということで言うと、やっぱりドイツ人らしいからそういうものが出るわけですよね。じゃあドイツ的、ドイツ人らしさって何なんだろうっていうと、なかなかこれもえぐいですけど、言えることはまず音の芸術家、音楽は素晴らしい、音楽は素晴らしい、ね、世界的なベートーベンを含めた世界的なこの音楽史の中で、世界の音楽史の中でドーンとドイツ音楽ってちょっと大きな領域で作ってますよね。それも一つのドイツ人を語る一つの要素、もう一つはドイツ関連の、まあ何でしょう、文化的な、文化側面から見たドイツ人の特徴ってこの音楽と哲学ですよね。これも試験です、試験というかある歴史家のコメント、解釈をちょっと解釈してね、そこから私も覗いてみたということなんですけど、ドイツの歴史ってもうね、何度も私言ってきてます、耳にタコできている方、またはあんまり認識されてない方、改めて掘っていただきたいんですけど、少なくとも現実として近代国家としての体を成したのが最も遅い国ですね。1871年、ビスマルクが初めてドイツ帝国っていうのを形成して、初めてその体を成した、一応ね近代国家として一つのまとまりとして無理無理作ったわけですよ。無理無理ですよこれ、じゃあそれまでは何かっていうと、日本の戦国時代とほぼ似たようなことですね。何かというと軍友関係ですよ、バラバラなんですよ。これを歴史上で両方国家って言いますけどね、両方っていうのは漢字で書くのは両方ね、
領土の領土ね、両方国家軍といっぱい山ほどだった。それがもうああだこうだああだこうだってまとまりやしないわけですよ。まとまりやしなくて、そしてそのちっちゃい両方国家って、まあ大きいのが多少のサイズ感があるのもありますけど、小さいところにもあの出られないんですよ。自分の両方の中で、うん、その中で生きるということを、おまあなんでしょう、定められてるというか出られないですよね。それはなかなかね。だから一つ特性として狭いところで、ね、意外に狭いところでこうなんつうのこじんまり生きるみたいな、うん、大きく外に出ていくってことはしない、またはできない。それが一つ両方国家ということの中で生きる、この中で生きる言ったら小宇宙です。彼らというところ、うん、彼らというところの小宇宙、いわゆる ほぼ日々日常生活範囲のことを彼らは小宇宙って言ってる。じゃあ買い物行く、ちょっと隣町にこうなんとか行くっていうの、それも彼ら大宇宙っていう表現するんですよ。何それと思うんですけど、それぐらい狭い領圏の中で生きるというのが、その近代以前のドイツ人の長い生き方ですね。これどれぐらい古いかって、古くまでいくかというとね、ご存知の通り、後から無理無理つけた、国家の体でいうと、ドイツ帝国の前って完全に神聖ローマ帝国ですね。調べてください、これ歴史ね、地図上で神聖ローマ帝国。その時代も同じです。群雄割拠バラバラ、うん、だすごく長いこと寒い、ね、ヨーロッパ大陸の真ん中でしか、やや上の北の方で寒いんですよ。これ札幌と同じぐらいの色ですからね。寒いところで狭いところで生きるっていうのを定められた民族なんですね。でそういう中で体はね大きくこう移動できないけども、まあ、心は有約する。だから小宇宙とか大宇宙みたいな表現をすると思うんですけど、心は有約する。そのために音楽でこう心を踊らせる、体が遠くに行けないから心はこう夢のように踊らせるみたいなことが、一つ音の芸術家を作った媒介した条件なんじゃないかなんていう見方もね、決してできなくはないだろうとは思います。うん、同じように観念論ですよ。観念論っていわゆる言えば唯心論ですからね。うん、心の動きによって、ものがどう変化してくるのみたいな、うん、言えばドイツ観念論というのは唯心論とほぼ同義と捉えていいと思ってますから、そういう 狭い中で心は有約するみたいなことを、その遊びというか、せめてもの飛躍する場ですね。音に飛躍する、または思考に飛躍する、心の中に住むみたいな、そういうものがドイツ人の基本的なね、中世近世または近代に至るまでの精神性ではないかなっていうふうにして、私は理解したいと思っています。その象徴たるドイツ観念論ね、この一応始祖と言われているのがヘーゲルですよね。ヘーゲルさん、この主張がいわゆる精神現象学ね、精神現象学ですから、心で思ったことがどうなんだいっていうことですよ。精神現象学、それがドイツ観念の一つ知的なアカデミーの世界でいうところのきっかけであります。全部そこからの系譜です。フッサールも全部そうですね、そこに系譜に入りますから、まあその総論としてのドイツ観念論として捉えたいと思うんですよ。世界的に言うと、もうちょっと広く哲学世界で言うと、じゃあそれはもうイコールこの弁証法ですね。ディアレクティークね、ドイツ語で言うとディアレクティーク、弁証法の世界、うん、がまあ厳然としてあるわけですね。思想世界、哲学世界で言うとね、彼らの弁証法ね、知ってる方、またはちょっと興味持った方、ちょっとね掘ってみてくださいね。弁証法、まあ表面上言うなら正反合ですよ。正反合って言いますけども、それだけで弁証が説明したことにならないですけどね、到底、暗号のように覚えるのは正反合、いわゆる裏表前みたいな話ですよね。このものドイツ観念論かける、これは一つマイネルの動き、
研究活動にまつわってのことに踏襲していってますけど、この考え方かけるですよ、かけるとこの時代の寵児、このパブロフの条件反射、パブロフの心理整理ですよね。でパブロフ学派って当然以降できてますね。パブロフ学派いろいろいますね、ビゴツキー、ルリアね、いろんなね学科の学者方々が以降出てますけど、特に、マイネルが絡んだのはベルンシュタインとかクレストフ・ニコフ、この辺は著名ですよね。ベルンシュタイン、クレストフ・ニコフ、この辺と実際に交流してます。それで、パブロフ言うところにある心理整理ですよね。このドイツ観念論かけるところのパブロフの心理整理、この辺が随分マイネルのこう金銭に触れたんでしょう。その集大成としてベベグムスヤエレという提出になってるわけですよね。ベベグムスヤエレ、じゃあこの掛け算に際して、ね、ドイツ観念論かけるところのパブロフの掛け算に際してどんな答えを、サジェッション皆さんに提案しようかなと思うと、この言葉を僕は無理無理作りました。今回もコーチングアーツの動画ご視聴いただき誠にありがとうございます。お話しさせていただいた内容が皆さんの金銭に触れるような内容でしたら、ぜひともチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。